アメリカ西海岸、転売視察旅行ですね。今日の宿です。オレゴン州ポートランドから南へ車で3時間ぐらい行ったユージーンという町なんですね。高級住宅地ですと書いてあったんですけど、実際高級住宅地ですね。家がでかい、近くに店はない、車があるからなんとかなりますけど、でまたこれがね、部屋が非常にいい部屋です、値段は実は6100円かななんですけど、マジこの部屋聞いてないよってぐらいですね、すごくいいです。いい方に驚きましたね。エアビーエヌビーやっぱ当たり外れでかいなというのがね、常々あります。入ると何でしょうね、この談話室みたいのがあって、入っていきなりなんか広々してますね。でキッチン、このまた鍋が全部同製のプロの料理人なのか料理が趣味なのか、何しろすごいでかいキッチンで、すごいいい道具が揃ってます。で暖炉、暖炉があって、で中にはね、庭あるしみたいなね、一軒家の庭ですからねこれね、中には。で部屋はこちら、広いですね、多分45平米ぐらいですかね、部屋のスペースで。でここクローゼットが広々としたのが2つガラガラなんで使っていいんでしょうね。で、シャワールーム、このでかい洗面台とトイレとシャワー、ここだけで14平米ぐらいありますね。だから私が、個別に貸していただけるスペースで、45と15だから60平米プラスね、リビングがあって、これで6000円は破格だなとね、今まで泊まった Airbnb の中で、ダントツで設備がいいなと、住宅地でいいなという感じでした。Airbnb 当たり外れがでかいんで、使いたいと思っている方はですね、今回の旅行で分かったことをシェアしますのでご質問ください。以上、転売アカデミー堀秀夫でした。